マヒシャースラとは、ヒンドゥー教の神話に登場する、ダーナバ族に属するアスラ親族の一人、ラムバート水牛の愛の子として生まれた。マイソウル氏、チャームンディ級のマヒシャースラ増水牛の姿を取った、時のマヒシャースラアスラをマヒシャースラの活躍は、経典デイビーマンハート宮に見ることができる。マヒシャースラは、水牛から人型で描写されるようになるのは8世紀以降である。 マヒシャースラは、アスラ親族であるにもかかわらず、デーバ親族であるブラフマーに対する瞑想を行うなど信心深く、結果としてブラフマーから、いかなる男や神にも敗北しない能力を授かった。その後、マヒシャースラは天であるスバルガヤッチであるプリティビーに対する攻撃を行い、デーバ親族の王であるインドラを打ち破って、デーバ親族を追放し展開を征服した。 男と神には負けない、マヒシャースラを打ち破るため、デーバ親族は力を合わせて、若く美しい女性の姿をした、ドゥルガー女神を作り出した。あらゆるデーバ親族の力を兼ね備えて生まれた、ドゥルガーは、マヒシャースラの王国を攻撃し、アスラ親族との9日間の戦闘の後、10日目の半月の夜に、マヒシャースラを打ち取った。このことからドゥルガーは、マヒシャースラマルディニーと呼ばれる。 ベンガル地方やオリッサ州で行われるドゥルガー・プージャーやその他の地域で行われるナブラトリではマヒシャスラを打ち取ったドゥルガーが祀られる。インド南部カルナータカ州の都市マイソールの名前はマヒシャースラに由来する。元の名はマヒシャールであり、マイソールは英語名である。マヒシャスラの王国はマイソール付近にあったとされる。マイソール市のチャーヴンディ級には マヒシャースラ像が置かれており、死のシンボル的存在になっている。ありがとうございます。